24時間だけ透明人間になれるとしたら何をしますか？これはどうだろうな。24時間透明人間になれるとしたら好きな人を一日追っかけます。もう絶対やばい。自分が知らないとこでどういうことをしているのかなって思うので、ちょっと興味があって追っかけるかなと思います。はい。街中などで完全にパンツが見えてしまったことはありますか？複数人に目撃され、どのように思いましたか？またどのようにその場を切り抜けましたか？これはしょっちゅうあって、転んだ時にパンツが短いスカート履いてたので、背中までめくれ上がってパンツ丸出しにしたこともあれば、一番多いのが、ホームとかで電車を待ってて、風がバーってなった時に、スカートがめくれ上がって、もう背中までベヘってなっちゃって、尻丸出しみたいなことは、もう普通に会社に入ってからもありました。どのようにその場を切り抜けたか、もう普通にしれっとした顔で、街中だったら直してさっそうと歩いていくし、なんかもう見えましたかぐらいの勢いでその場を立ち去るし、学生時代の時とかもあったんですけど、その時はこうプリントを取りに席から立って先生のところに行くまでにカバンにつまずいて転んで、スカートバーンってめくれて、男女共学で、その時、男の子もいたから、大笑いで、笑われて、パンツ丸出しで大笑いで笑われた経験とか、割と多くあります。はい。というわけで、女子部屋でした。まことお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと、質問とかもお待ちしてますね。